公式ファイト。どうもちゃ、篠原です。今回は僕が過去動画のまとめサイトというか公式サイト作ってますってよくまあ最後の方で動画の最後の方で言ってると思うんですけど、あれって何のことかっていうことについて話したいと思います。でまあ僕はですね、これまで YouTube でいろんな動画を投稿してきたんですが、やっぱりね、そのいろんな動画を投稿してるだけあってまとまってないんですよ。いろんなことをいろんな時に言ってて、まあ昔の動画見たいとかね、あるいはこういう情報を話してたんだ、あ、知らなかったみたいな、そういうことっていうのが結構あるなと思ったんですよね。で何をしたかっていうと、公式サイトを一つ作りました。でサイトの中でその URL とか貼ってですね、でここにこういう感じになってますよと体系的にまとまっているっていうサイトを作ったんですよ。でちょっと視聴者さんの方でね、これこれについてどう思いますかみたいな質問結構来るんですけど、もう動画で話してるにもかかわらず昔すぎてね、なんか3ヶ月前とかの動画とかで話してるんだけど昔すぎて見てくれてないなっていうことがあったりとかもしたので、今回ちょっと公式サイトってどういうものかっていうことを改めてちゃんと話しておきたいと思います。でこの動画の動画概要欄 URL クリックしてください。でそこが僕の公式サイトになってます。でこれまで投稿してきた動画ですとかそういうものを、まとめてます。でプラス記事ですね、記事についても貼ってます。こういう動画ですよということについてちゃんと記事も書いてるので、まあ動画見れないという環境でもその記事さえ読めれば内容は理解できるという風になってます。なのでまあこれからですね、勉強していく上でいろいろ悩むと思うんですけど、その公式サイト見ていただいたらいろんなことわかると思うので、よかったらこの動画の動画概要欄 URL クリックしていただいて、あ、こんなサイトかと、こんなサイト篠原持ってたんだ、知らなかったみたいな、そういうのがあったらいいかなと思いますので、よかったらこの動画の動画概要欄 URL クリックしてください。ということで、まあ、これまでもですね、例えば参考書の紹介ですとか、そういうところで、その公式サイトにリンク貼ってたりとかしたんですけど、なんかね、やっぱりあんまり公式サイト見てくれてないのかなっていうふうに思うことがあったので、今回紹介させてもらいました。ということで、よかったらね、僕の公式サイト見てってください。今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあいいんですけどね、僕に質問してくれるのは Twitter とかで全然質問してくれて嬉しいんですけど、まあ動画で話してることなんでね、もうそれがやっぱり全てなんですよね。僕は動画一本一本に自分の持ってるもの全部出してるつもりなので、まあそれ見るよりもというか、例えば Twitter 上で140字以内で返信するよりも多分ですけど公式ファイトの動画見た方がためになると思うので、よかったら公式ファイト見てってください。この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったら僕の公式ファイトに飛びます。で今まで投稿してきた動画ですね、あ、こんな動画しながら作ってたんだとか、あ、こういうことあったなとか、うわ、この動画知らなかったけどめっちゃためになったわとか、そういうのがあるかなと思うので、よかったらこの動画の動画概要欄 URL の公式ファイト見てみてください。まあ、今回はね、ちょっと受験とは逸れたんですけれども、こんな感じでですね、僕は動画、あるいは記事ですね、サイトで、受験において役立つ情報をどんどん配信していこうと思ってますので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。